油と水が。これ。その中に入っていく。これ、あ、そうか。そうそうそう。よく冷やすために、長く時間をかけるためにこうなっている。1500から2000ぐらいは取れる。身ですか？身。ああ、そう。こんな形の製品になるんです。これすだちなんですけど。そう、すだちの。香りを嗅いでいただいたら。すだちの精油ですね。うん。すだちの香り、いい香り。本当食欲ない時、これすごい役に立つんですよ。やばい。そう、だから私も本当介護施設とかに持って行きたい。あとはそれ。あとね、私はいつも嗅いで。すだちでございます。はい。もうあるもあるけどね。いい匂いですよ。出てきました。これがか。ポタポタ。これ水。あ、これが水。これが水。上にこの油が浮くんですよ。あ、上に。しばらくね待ってると薄く分離して分かってくるんですよ。今日のラベルを作って。ラベルね作っていただいて。吉田家の発作。すごい。発作で作ってきたよ私。そうそう、ありがとうございます。夜なべして。夜なべして。誰がいいのか横がいいのか。ありがとうございます。めっちゃかっこいいボトルをね、今回持ってきていただいて、めっちゃゴージャスですよ。車高にしようと思ったんだけど、こんな感じ。可愛いです。かっこいいでしょ。すごい。そう。売るとね、なんか。吉田さん家のっていういいでしょうね。なんかどこで取れてっていうのがすごく日本産だとこういうことができるからいいんですよね。そこそう海外のやつって原産国チュニジアとかでドバイでみたいな。はい。栽培されてるやつを結構こういうふうにして海外では取られてるんですけれども、オーガニックって言ってまた別に結構付加価値がついたりするんですよ。高圧水洗浄機があるらしく、ケルヒャーでやるんですか？ケルヒャー、ちょっと面白かった。もっとゴロゴロしてるやつ。今洗うようにしたい。ケルヒャーいいですね。あ、ビーカーに今取ってます。さあどうでしょうかね、なんか若干取れました。香りはいかがですか？これはね、使い物にならないからです。あ、本当だ。あれですね。芋臭のやつですね。芋臭です。芋臭。芋臭です。なんか美味しそうな匂い。これが最初のゴミの部分で、ウイスキーって蒸留するときに最初の部分捨てるんですね。で、最後の部分捨てるのは。本当の香りが出た時にその首をこう移し替えますよね。蒸留釜を移し替えるんですけど、いつそれをいつまで捨てるかと、そうですね、どこを切るのかが蒸留士の腕なので、それも経験則になっちゃうんですか？いや、大体それも授業で教えてますけど、はい、これぐらいでっていうのが分かるようになるとなりますなるというか、それは普通にそんな難しいことでもないので、これね、これ香りがね、多分これがこれが1番でしょ、芋でしょ。これが2番。あ、うん、違う。ちょっとずつ変わってきている。うん、ちょっとずつ。これがね、芋だから芋感はない。これまったり芋感が薄れた。ポンプの使い方も全部教える。あ、油浮いてますよ。精油浮いてる。あ、本当だ。てんてんてんってわかりますか？あ、本当だ。うん、本当だ。ちょっと拡大するとよく見えます。浮いてきてますね、油が。調光するためには低沸点でやっちゃうと重い部分が取れなくなるから、ものすごく薄っぺらな香りになるけど、うん、単純蒸留だとなんていうかな、全ての成分がある程度バランスよく取れるので、うん、全部は取れないですよ。全部取るんだったら有機溶剤かけなきゃいけない。有機溶剤ですね。有機溶剤で引っ張ってくる香りっていうのは、実際の話自然界に拡散する香りではないので。バランスでいうと水蒸気が一番自然界のそのバランスっていうのを取ってる風に変わった。どうでしょう、ダーリン、いかがでしょう、ダーリン。3番絞り私が先でいいんでしょうか？3段目です。あ、うん、なんだろうこれ、だいぶその匂いと思います。なんか面白い、なんかこれが本当のタオルの匂いです。お、やっぱ皮がいっぱい入ったからかな。でインフルエンザを防ぐとかね。柚子の成分でインフルエンザ。だからこれもにもヘスペリジンが含まれてたら。ヘスペリジン、はい。うん、有名なやつですね。すごい。油胞が多いです。粒が大きいですもんね。これここからめちゃくちゃ見えるぐらいなので、そこから取られたオイルが結構上がってきてますね。素晴らしい。でおお。これはうちの子は林業してるので、こんなところに。おいそきの響とか山崎とかでこの出すタイミングでここから山崎とかね、ここから響っていう形で出しちゃうんですよ。山崎と響の違いだから今まで飲んでたあれはオールドとか安いおいそきをこれなんですよ。なるほどね。あ、そういうことなんだ。そうなやつとそうじゃないです。ああ、なるほどね。ほんで香りのいいやつは値段をワンと。一番搾りが悪いんだ。じゃあ霧の一番搾りって言ってるけど、あれって本当に一番搾りだなって。蒸留が終わりました。機械が止まりました。200超えた？200超えたら大丈夫。全部大丈夫。こんなもんです。これで出てきました。で、上にだって止まりました。この二段のなってる上の方が精油です。あ、これ。あ、こっちか。これの上になっているのが精油です。これ努力はあるのか。ヤギがめいめい。花ちゃんが来た。花ちゃん可愛いですね。走ってきました。ゆきちゃんみたいです。戯れてるところ。ウォーターが全部降りてきました。これがそうよね。これがあ、溜まってますね。最後溜まったのが精油です。これは置いとくようなところに湿気がなくて日光当たらなくて、そういうとこです。徳田さんが内職をしてくださってます。私いつも内職してるんですよ。よかった、いいんですよ、持ってるので。取るんですか？はい、だからこの手で彼をやってます。めっちゃ気持ちいいと思います。ああ、みちおさん、はい、精油。香り。おお。これめっちゃ量が多いからこうなりますけど、一滴とかでちょっと拡散させるとかなり。わあわあ、びしゃ。わあわあわあ。あ。IH を携帯大丈夫ですか、これ。なるほど、そうなるんです。すごい香りがする。確かに。でも確かにリカロマミニを買ってウォーターは出せるけど、みんながリカロマミニを買った後で精油も取りたいってなる気持ちはわかりますね。これを嗅ぐとリカロマでクラスアップするよりも一番ちっちゃいリカロマって手先に入れて持っていけるぐらいの感覚なので、であと釜と蓋とコニカルビーカーと4つしかないので、アイテムが。めっちゃ楽で、果物が果物洗うの大変。あ、これですか。で、ここ洗うのが大変で、リカロマの大きいのはこういう管があるから、一般のスーパーはなかなか使うの難しいから、管を洗う覚悟ができたら、いきなりこっちの方が覚悟ができたら、管を洗う覚悟ができたらミニしか売らない。なかなかマニアックな感じです。だからこれなんかエタノールでしたよね。今回で3ミリぐらいですかね。3ミリもないぐらい。これ精油取れるか取れないか試してみて、ほな大きい釜でほな回しますかって。やっぱこれだと結構出てくるっていうのはわかりますね、今回。ありがとうございます。水が入ってないあっちの2つのビーカーからちょろちょろっと中に入れていただいて、お願いします。これ取っていただいて。そんな難しくないよ。ネジじゃない。こうでしょう。真剣です。真剣です。惚れちゃう。何ですか？惚れちゃう。自分でいっぱいいっぱいなのでも。いえいえ。ああ、なおさんできたよ。なおさんプレゼント、はい。ほらほら、なおさんの分ね。なおさんこれ入れよう。もう入ってる。入ってなかった。みちおさんのビーカーからいけますよ。ここにある。こっちが入ってる。これ入ってるやつ。ありがとうございます。これが8作なんです。これがね、ウォーターです。8作のフローラルウォーターとかハイドロールとか芳香蒸留水っていうの。これが油の方です。それ1週間ぐらい寝かしておいて、常温で直射日光当たらないところでちょっと熟成。これと違うんですか、その八作のなんですか、ウォーターとオイルがこっち。オイル取れたんこんだけです。ちょびっとこんだけ取れました。こんだけからこんだけのオイルしか取れないんです。そうそう。香料会社さんはでもこれは多い方ですよ。そうなんですか。食品会社さんとか香料会社さんはね、結構こっちの方大事です。化粧品はウォーターで化粧品作ったんです。これで。うん。でもほら精油っていうのは1滴 0.05 ミリとか 0.03 ミリとかで使うので、これ2ミリあったらだいぶ使えるってことなんですよ。そうですよ。もう2ミリあったら本当にどれだけできる。実際はこっちの方が薬効あるんですか。薬効はこっちが水溶性の薬効でこっちは脂溶性の薬効なので、どちらが価値が高いとかってことは言えなくて、ヨーロッパではもっぱらこっちですよ使ってたのも、ウォーターの方で。日本に入ってくるときに流通コストがかかるから油が珍重されたんです。水重いんで売ってるやつってこっちを売ってるんですか。両方メインはでもね、こっちの方がメインになってくるかもしれないです。アロマセラピーって言われたら。でこっちは防腐剤とかなかったら結構ダメになっちゃったりするんで、使用期限があったりするので。こっちは防腐剤がないとダメなんです。ものによりますけど。でも私それこそ7年ぐらい保管してますけど。そう、大丈夫なやつは大丈夫。抗菌力が強いやつはでもほら柑橘とかこういう果皮で糖が降りるものはカビきます。そうですね。カビちゃうから3ヶ月以内とかにも。そう、ユイカはそうですね。そうですね。大体。それだとなんていうかね、化粧品で許可が3ヶ月以内の表示だと取れるんですって。3ヶ月以内。これから香りどんどん変わってくるんですよ。ちょっと寝かした方がいい。これはどういうふうに使うんですか。これ自身。使い方。だからルームフレッシュナーとしては使いますよね。雑貨として。ルームスプレーとか枕にシュッてしたりとかしてます。マスクスプレーにしたりとか。あとマスクもいい匂いが。あとこれ化粧水でも使えるけど、これはどうかわからないですね。まだね。だけどでも身が入ってないから刺激が少ない。刺激はそうですね。髪とかいいんじゃないですか。髪の毛とか。おひげとか。鼻周りだからいいかと思います。でこれが例えばバラだとそのまま化粧品として使って、ローズウォーターはですね、お肌にそのまま。うちはそのインストラクターの教材が京都のバラのローズウォーター普通に教材でつけちゃう。いいんですか。こんだけだったら予想以上に取れないですね。あ、でもね。それはここの細工をどうするか。ここがでかかったら一気に出てくるわけですよ。だからこれはね、でかかったら。時間が同じでもそれはなかなかそこは鋭くて、ある程度の臨界の大きさがあります。このちっちゃいのよりこっちが熱回りは良くなるんだけど、下の対流する熱の併用面積と、あとはその釜の中でどういうふうに対流するかによって、それがあんまり大きくなるとそこで熱のアンバランスができちゃうから。それによっての加水分が当たるとこ当たらないとこで、当たらないとこがなんか微妙に加水分が。だからそれで結局質が劣化しちゃうことがあるってことを結構皆さん知らないの。でも大きいやつ機械を何台かで同時にやる方が本当は暑いよ。暑いよ、言うとけど暑いよ。真冬でも汗かきながら。やってますよ、黒文字とかだから。品質を考えたらそうなりますね。レベルでもやってみて、でそれをその体験があるから言葉として。伝わってくるんですよ。山の葉っぱさんが海の役に立つっていう言葉が出てくる。そうやね。海は山、森は海の恋人。畑山。来てましたよね。徳島に講演会は。来られてましたか？あっていうかどうか。普通の領地は考えないですよ。山に木を植えたことないから。そうけどさ、片付けに入っていきましょうか。では皆さん。よろしくお願いします。ありがとうございます。では今から片付けに入っていきます。やってた時はそのままかじりました、みんなで。梅、なんていうのか、酸味があんまりない梅の味っていうか。梅もできるんだ。このなんかこれ砂糖入れると結構熱いよ、これ。熱いですね。しかも汁が来ている。熱いですよ。でシュポッと。なるほど。いいジャムになりそうなんですけどね。美味しそう。要するに食物繊維なので、すぐ腐敗します。分解はめっちゃ早いから、ね、だから。有機肥料もつけちゃうんじゃないかなっていう。肥料として。ペルペン類が邪魔しちゃうんですよね。結構でも森林系のやつやった後森に放してますよね。資格のスペシャリストの資格を取っている人たちが結構な興味が向いてるから、そのためだけにそうですね。今普通にセミナーしてました。